はい、皆さんこんにちは、アンジです。今日も動画見ていただき本当にありがとうございます。はい、今回はですね、低体温を解消していく方法ということでお届けしていきたいと思います。はい、まあね、僕ショート動画でもね配信したんですけども、体温が低いと危険な理由ということでお届けしました。で、最近はですね、まあ、夏じゃないですか。夏になるとね、本当気づきにくいんですよね。隠れ低体温というのがですね、最近ではね大いに減少らしいんですけども、これね、夏バテにも関係してきますし、このまままた冬になってくるとですね、また悪循環の繰り返しですね、どんどん体の老化であったりとか体を蝕んでいってしまうんですね。なので今回ですね、ちょっとこの内容を掘り下げてですね、もっと詳しくお伝えしながら、対策もですね、みっちり今日みっちりメモってきましたんでですね、ちょっとやっていきたいと思います。で、ちなみにですね、この季節はですね、やっぱりこの現代人の冷え性の原因というのはですね、まあ、この外気温が低いから冷える冬ですね、特に冬場が、気温が低いから、まあ、体が冷えるということと、もう最近ではですね、エアコンの影響で冷えるということがですね、これ2種類あるんですよね。まあ、それだけではなくてですね、基礎代謝の低下ですね、これが原因でですね、やっぱり低体温が多いらしいんですよ、この今の現代人ですね。で、これがですね、ちょっと食生活、緊張やストレス、睡眠不足、自律神経とかいろんなもよく聞く言葉じゃないですか。まあ、こんな言葉じゃなくて、今回具体的にあなたにですね、この低体温を解消する方法ですね、お届けしたいと思います。ちなみにですね、この低体温っていうのはですね、何が危険かというのでちょっと簡単にお伝えしますけど、まずですね、免疫力が 30% 落ちる、これ超危険ですよね。今で言うとですね、このウイルス関係とか風邪も引きやすいということでですね、これがですね、免疫細胞がね、こう集まることが、機能が低下してですね、病気になりやすい、病気を招きやすいことが低体温の一番の要因、危険な要因ですね。はい、で、2つ目、正常な体を保つことができない、体内の酵素ですね、これが働きが 50% 低下するから、うまくですね、こうタンパク質が合成できなくなって、筋肉などが作れずにエネルギー不足になるということですね。はい、これも要注意じゃないですか。で、3つ目ですね、疲れがたまる、基礎代謝ね、先ほども言いました、基礎代謝が下がることによってですね、このエネルギーを十分に消費できないから、逆に肥満とか疲労が、蓄積されていくっていうことなんですよ。だから低体温でね、体にいいことないんですよね。で、昔のね、低体温というかですね、昔の健康体温っていうんですか、今でもそうなんですけど、その平均気温、平均体温ですね、皆さんの、これがですね、今36度あるかないからしいんですよね。で、昔はね、36度から37度ぐらいの、まあ、言えばですね、昭和の時代とかですね、そういう時代は結構熱がね、体温が高い水準だったんですけど、どんどんこれね、昭和から昭和後期、平成、今令和ですかね、令和ですよね。で、これがですね、どんどん体温が下がってるらしいんですよ。それがまあ、クーラー病であったりとか食生活ということなんですけども、そんなん言っててもですね、低体温をですね、解消していくためにやらないといけないということがね、あるんで、これをですね、ちょっと一つ一つちょっと改善案をですね、改善対策をですね、お届けしたいと思うんですけれども、まず1つ目、お風呂で芯から温まる、これいいですね。もう僕の動画ではほぼほぼお風呂ネタが多いです。はい、お風呂は体にいいからなんですね。で、2つ目、サウナで体調を整えるってことですね。はい、で、3つ目、適度な運動で筋肉量をアップ、これも言いますよね、僕よく言ってますよね。で、4つ目、規則正しい食事。はい、5つ目、生姜紅茶など温まるものですね、体が温まるものを飲むってことですね。で、補足で朝晩人参リンゴジュースがおすすめっていうことですね。はい、しっかりそういうね、習慣ですね、この改善対策をですね、今5つプラス1補足ですね、お届けしました。なので、お風呂入るとかですね、別に入るだけだから別に簡単じゃないですか。結構ね、低体温の人ってですね、結構面倒くさがり屋さんが多いのかなって個人的には思うんですよね。なので、ちゃんと規則正しい生活をしておけば、今みたいにね、お風呂入る、規則正しい食事、生姜紅茶飲むとかですね、適度な運動とかですね、していけばですね、低体温にならないんですけども、結構ね、やっぱりこれ、ね、現代病ですよね、低体温って。いろんなものがですね、自分が動かずに手に入るんですよ。簡単に物が入る、手に入るわけなんですよね。
例えばですね、買い物しなくてもネットで買えるし、コンビニでも何でも買えるしって、別にその行動量が少なくなってきて、面倒くさい習慣というかですね、楽な習慣がどんどんどん面倒くさい方に流れていくことによって活発じゃなくなってくるんですよね。前回の動画でも言いましたけど、休日になったらずっと家に引きこもるとかですね、そういうのが本当に良くないんですよ。低体温になっていくんでね。で、今僕がですね、この行動ですね、活動、日常習慣の、ね、改善案をお届けしましたけど、具体的にですね、食べ物でいきますね。次、食べ物、ビタミン E、ビタミン B1、手足の細い血管ですね、を広げて血行を良くする働きがある、ね、ビタミン E はですね、特に うなぎ、ナッツ類とかですね、おすすめです。で、 B1 は、B1 が多い 食材はですね、豚肉、玄米、そば、大豆ですね、はい、そこら辺を摂取するのを意識してください、はい、やっぱ食生活とかですね、乱れてくると基礎代謝も下がってきますんで、はい、で次3つ目がですね、ビタミン C ですね、アセロラ、ブロッコリー、パプリカとかですね、そういうものをね、食べてほしいなと思います。で、あとですね、この食材の場合は栄養の、ね、ビタミン E とビタミンでは栄養の栄養素をお伝えしましたけど、次はですね、食材です、はい、これ何がいいかというとですね、食材、これね、発酵食品ですね、酵素が入っているため、発酵食品の体を温めるというところなんですね。で、発酵食品で代表的なもの、まあ、日本人といえばですね、まあ、納豆、味噌汁ですね、はい、ぬか漬けとかもいいと思いますよ。あと醤油ですね。あと、もうそれが苦手な方はですね、頑張ってほしいんですけども、チーズもいいって書いてるんですけど、僕はちょっとチーズはどうなのかなと思っちゃったりするんですけども、あのそういうね、発酵食品です。日本が作った、日本から生み出た発酵食品を食べてください。体温が上がります。はい、であとはですね、生姜とね、色が黒い食材を食べてください。黒い食材というのはですね、黒豆とかね、黒ごまなどをですね、こう食べる意識をしていくことによってですね、この現代病、低体温の現代病なんて本当に、あの日常習慣ちゃんとしておけばですね、改善するんですよね。だから、こう低体温でですね、体温が下がっている方は本当に習慣を変えるためにですね、あのきっちりね、規則正しい食事、規則正しいものを食べて、睡眠してやっていくとですね、低体温がなくなってきます。低体温がなくなってくるとですね、あの体の病気がなりやすいですよね、低体温の方は。病気がなりにくいのと、やっぱりね、健康寿命が伸びるっていうことですね。健康寿命が伸びるっていうことはどういうことかというと、若返るっていうことですね。この若返っていくためにですね、今のようなものをですね、ぜひ取り入れていただいてですね、低体温から脱出していってほしいと思います。はい、まあこれでですね、この動画も何回もね、見て聞いて、ちゃんとね、こう体に染み込ませてほしいと思うんですけども、まあこれで今日は終わっていきますが、このチャンネルがですね、この動画がですね、良かったと思ったらいいねのボタン、チャンネル登録の方ですね、ぜひよろしくお願いします。はい、ではですね、また次回お会いしましょう。さようなら。